たんだろう。渋谷道玄坂、うん、読みにくいですね。樋口大之助渋谷なんとかなんとか1525年のその一族大和田太郎道玄が、この坂のそばに、道玄庵を、見つけて住んだ。それでこの坂を道玄坂という。と言うと言われている江戸時代ここを通る青山街道は神奈川県の人と物を江戸人運ぶ大切な道だった、やがて明治になる、品川鉄道、大和線ができると渋谷付近も開けた、開け出した、近くをなんとかアンダー、坂川九の助、柳田、国が、ここを通って通学したが、坂下に、新車ができたり、林なんとかアビーが、なんとかを出した思い出もある。これからも道玄坂は今までと同じ若者の街として希望の夢を宿して長く栄えていくことだろう。樋口道玄坂扶養碑っていうのがありますね。これかな、扶養碑。なんかもう読みにくい字ですね。母等で、人見した式西の山相模湖が
知らず雨雲かかる。火事に、よっしゃのまさこ、読んどいてください、渋谷区教育委員会こんな感じです、そしてちょっと、マークシティ、渋谷マークシティに行ってみたいと思います。渋谷マークシティオフィス、渋谷市井の頭、渋谷駅、井の渋谷方面があるそうです。現在地ここですね。現在地をずっと、横に道玄坂があります。マークシティがこう、建物の中を通ってきます。で渋谷駅に続きます。ということで、建物前ですね。3階、2階、上は25階までありますね。なんかいろいろ、2階、1階地下もあります。ウエストモール、イーストウエストが分かれて、建物が分かれてるみたいですね。こちらに、喫茶店があるのかな。喫茶店があります。マークシティ5階がバス乗り場がありますね。5階にリムジンバスとか、謎解き公衆電話登場、なんだ、東京を謎解きと旅する、地下謎への招待状だそうです。まあなんか謎解き機会があれば挑戦してみてください。
なんかこんなピンクの公衆電話がありますね。地下謎で流行っているよ。流行ってんのか、流行ってんのか。地下謎って何、地下謎、地下謎の正体、使用禁止、地下謎行かない、地下謎に行ってきた、これどうなんだ。プー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 言ってますね。お金25セントなんて、5円10、これ外国のお金じゃないとダメなの。なんだ、まあ機会があったら今度ゆっくり見てみますかね。高そうな靴がありま す、軽食ですね。ATM が、ATM あります。ゆうちょ、銀行 ATM、ゆうちょ銀行、三菱 UFJ 銀行がありますね。そして朝食をとってる人がいますね。エクセルシアカフェというとこです。オープン11時、11時になってないんだけど、まあ喫茶店、喫茶店ですね。あとここに銀座のライオンがあります。まだやってません。恵比寿全州半額、随分いっぱい同じものが貼ってあるね。まあ、そこそこ雰囲気は良さそうですね。銀座ライオン、結構しますね。銀座ライオンは友達と行ったことありますけど、それなりのものを出してくれる、値段が高いけどそれなりのものが出てくるとは思います。ナポリタン920円。自分がおすすめするのは、煮込みがあるのかな。煮込み、煮込
込みがない。品質はいいものが出てくると思います。がありません。お帰りに。で、ドア開けると、あれ、ドア開かない、鍵が閉まってます。閉まってるみたいで、まだあれ閉まったか、なんか、あ、開きました開きました。コインロッカーがあって、800円、500円、400円で使用できるみたいです。待合室はありますね。指定の待合室です。自動販売機があって、バスターミナルがあります。前方にホテル、東急ホテルがありますね。すごいですね。開発車が通ります。ご注意ください。車が通ります。ご注意ください。伊東へのトラックは、こんな感じで、道についてるんだと思います。多分首都高についてたりすると思います。車が通ります。ご注意ください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 。こんな感じで、もうクレーンが動いてますね。稼働してますね。2台クレーンが稼働してます。では戻ります。
あっちもか、あっちもこっちも。こっちも。ご案内申し上げます。クレーン。35分発。このビル、ビルが。ビルがニョキニョキ。はい、いっぱい立ってますね。さらにまた建築中のビルがあったりしてます。ライオン持ってきました。ただいまの時刻。9時30分前。切符売り場ありますね。京王線全線、吉祥寺乗り換え、小田急、下北沢乗り換え、新宿、渋谷、こっちは渋谷、東京駅、渋谷から、明大前通って吉祥寺まで行ってますね。これが、これは井の頭線ですね。で、乗り換えると、乗り換えて京王線で新宿から八王子、高尾山口まで行ってます。はい、渋谷駅の方に向かって歩いてます。クリスマスシーズンなので、飾り付きが、クリスマスの飾り付きがありますね。現在地から、今ここまで来ました。ここは、リムジンバス、バス乗り場です。ここまで来ました。
ターバックス、コーヒー飲んでますね。で、上から、ね、こっちにエレベーターもあって、渋谷駅、もう少し行くと、スクランブル交差点が見えると思います、先に進みましょう。なんか大きな絵があります。ここにもモニター、ここはすごいモニターがある場所ですね。スクランブル交差点からよく見えます、モニターが。銀座線メトロ、東京メトロ定期、ね、ここは銀座線乗り場。銀座線、浅草、ホーム、渋谷、表参道というところに行って、浅草まで行ってますね。銀座線は渋谷から浅草まで、ちょっと行き止まりそうなんで、11月28日階段を下がってきました、あそこに見えるのが八甲、中堅八甲の像になります、はい、前方が多分明治通りかな、明治通りになると思います、モニター、あそこにもモニター、パチンコのモニター、
もう一回、もう一つ掘ってみます。展示してるて、あの、うん、昔の鉄道がありますね。で、ここはスクランブル交差点になります。有名な渋谷の有名なスクランブル交差点。ですね、モニターが1つ2つ、木に隠れているのが3つ、上にあるのが4つ、ちょっと木に隠れているのが5つ、合計5つぐらいモニターがありますね。これが全部同期されて、る時がありますね。全部のモニターが一緒の広告を、タイミングよく同じタイミングで広告されてる場合もがあります。今はこっちの2つが同期されてるのかな。こっちの2つが同期されてます。ちょっと下に下がってみますね。新宿池袋ホーム、なんかいろいろ案内図があります。下には券売機があります、下がって、ここはなんか昔登ったことがあるよ。ちょうど今同期されてますね、モニターが。こっちもあっちも。今ちょうど同期されて。どこを見えました。あとはバラバラですね。世界の渋谷へワンセキュリティフリー Wi-Fi で
で8校ですね。12月1日は世界エイズデイ、渋谷区保健所ありますね。今通ってきたのはあっちからこう通ってきたのかな。でここで降りてきますね。あっちの方が道玄坂です。このモニターの右隣がなんかやってませんね。暗いですね、このモニターは。1、2、3、4、5、6、7、全部でモニターは7つあるようですね。とりあえずここで、一旦終わってちょっと休憩に入ります。終わります。